くるのね。だから1個ずつ動かす練習っていうのをやってみて、1弦を1234を足していきます。まだここまでしか説明してないんですけどこれで終わると思うなよ。でこの3本を離さないで久しぶりだけ2弦に移動、はい、うん、以下同様中指だけ、はい、小指浮かさないで薬指だけ、いいよっち、あ、いいよっちで小指、お、さすが最初からできるとは。うん、そして、3弦に移動、4弦、あ、離さないで、そして頭よりかですね、ウクレレのヘッドが前に出てて、頭の方がこう前に出てる。ああ、それできない。で、頭の方が前に出ると手首が曲がって、そうすると隣の線に触っちゃうんですね。はい、こう手首まっすぐだと第一関節、第二関節が直角に近い形で曲がれますね。手首まっすぐすると指伸びちゃうから、それもあります。なのでこのぐらいですかね。はい。はい、じゃあここまあ4弦まで行ったとして。はい、ここで終わったと思う。今度は人差し指から順に戻っていく。うん、ですね。あ、いいです。あっちは形だけ覚えるつもりでいいです。そして中指。よし、でここでですね、そのままにしといて、小指離します。はい。薬指、中指、人差し指、それで人差し指だけ一個下げます。はい。そしていいですか？いいですか？肘を体の前に出してウクレレにくっつける。そうするとですね、これ B フラットになる。はい、うん。じゃあ B フラット。ほら。でも形抑えられたでしょ、B フラット。そうですね。今なんでかっていうと、これ親指の位置が正しい位置になる、にはどうしたらいいかっていうことがなかなかわからないんです。これこのさっきの1個ずつ動かす練習は親指の位置が変なところにいたらできないじゃないですか。絶対バランス、この4本に対して裏側でバランスを取ってる親指の位置が正しい位置に自然になりますので、この練習を皆さんやってみてください。うちの宣伝になってしまうと。でこの練習がやりやすいのはこのウクレストをするととてもやりやすいです。でちょっと宣伝になってます。はい。